大人のための英文法へようこそ。今日は would rather というフレーズを紹介します。would rather はどちらかといえば x よりも y をしたい、もしくは x するくらいならむしろ y をしたいと少し遠回しに自分の願望を表現する際に使われます。しばしば would rather y than x という形で使われます。例文です。I'd rather shoot myself than hang out with him again. I'd rather shoot myself than hang out with him again. 彼とまた会うくらいなら自分を銃で撃つ。Would rather の直後にやりたい動作、than の直後にやりたくない動作が来ます。than x を省く用法もあります。例文です。I'd rather not go out tonight. I'd rather not go out tonight.今夜は外出したい気分じゃない。この例では、今夜外出することと今夜外出しないことが比較されていることが明白なため、両方の選択肢を明示する必要がありません。また、I'd rather not というフレーズは、誰かに何かを提案された時に、その提案を断る際によく使われます。例えば、A. Do you wanna grab a bite? Do you wanna grab a bite?何か食べに行かない? B. I'd rather not. I'd rather not. いや、そういう気分じゃない。ここまでは、主語と would rather の後の動作の主体が一致した例のみを取り扱ってきました。しかし、would rather の後に他の人を登場させることも可能です。例文を見ていきましょう。I'd rather he paid rent promptly every month.I'd rather he paid rent promptly every month. 彼には毎月家賃の期限を守ってもらいたいのだが、この例で注目すべきなのは、would rather の後に he という新しい主語があることです。そして、動詞 pay の過去形 paid が使われています。これは、現実とは異なる事柄について話しているためです。つまり、実際は彼は毎月家賃を期限までに払っていないから、私は彼に期限通りに払ってほしいという願望がこの文から読み取れます。I'd rather my son didn't play video games all day. I'd rather my son didn't play video games all day. 息子に一日中ゲームをしてほしくないのだが、この文でも現実とは異なる事柄を望んでいるため、didn't play という過去形が用いられています。つまり、息子は実際は一日中ゲームをしてばかりいるが、本当は私は息子にそうしてほしくないということです。I'd rather you came next week. I'd rather you came next week. できれば来週来てもらいたい。この文でも came という過去形の動詞が使われていますが、この例では現実とは異なる事柄を表しているわけではなく、これから相手に行ってほしい行為を少し遠慮めに伝えているだけです。例えば、相手が今日行ってもいい?と聞いてきたとします。それに対してこの文を言えば、できたら今日よりは来週にしてほしいのだが、という願いを表現できます。would rather の後に過去完了を使うこともできます。I'd rather she had expressed her opinions prior to the meeting.I'd rather she had expressed her opinions prior to the meeting. 彼女には会議の前に意見を言っておいてほしかった。この例では had expressed という過去完了が使われています。よって過去の時点で彼女にしてほしかった行為を後になって表明しています。つまり実際は彼女は会議の前に意見を言わなかったということです。would rather の後の動詞は原形を使うこともできます。I'd rather she do it than you. I'd rather she do it than you. どちらかといえばあなたよりも彼女にやってほしい。通常、主語が she なら動詞 do は does という形になりますよね。しかし、ここでは原形の do が使われています。原形を使うときは現実とは異なる家庭的な状況というよりも、これから未来に現実に起きる状況についての願望を表すことが多いと言えます。よって、ここでは彼女がそれをすることは
現実とは食い違っていると言いたいわけではなく、単純にこれからあなたではなく彼女にやってもらいたいという希望を言っているだけなのです。今日のエピソードはここまでです。また次回。